じゃはいね、どうしたんですか。今日は前回のお題の話に続いてあ、はいはい、あのこれ どうやって買うんだろうっていう、はい、フェラーリどうやって買う、はい、うん、どうやって買うのって結構、うん、どこで売ってんのみたいな、うんうん、ネットに調べて出てくるんじゃない。そうそうそう、まあそういう人もいるんだけどさ、あのお店で買うのが心配とかいろいろあると思うんだけど、で、あの車こういうのを買うときにいくつか俺が知ってる買い方、まあ大きく分けると3つかなって思ってて、はい、あの個人売で持ってる人からもらう、もらえたら譲ってもらう、はい、とか、あとはあの業者オークションで買う、うん、か、あとはまあ普通にお店で買う、うん、の3つで、うん、まあ、どれも買い方があると思うんだけど、うん、でまずね個人売買だとね、うん、あの俺は社交的じゃないからそんな全然できなかったんだけど、うん、あのフェダーレのミーティングとかに、うん、あの順に連絡していって、うん、でこうオーナーの人とこう喋ったりこう一緒にその自分の持ってる車で走らせてもらってで言っとくんだって、あの次もしこの方降りる人がいたら教えてほしいですって言うと、うん、個人的に連絡もらってこう個人売で買うみたいな。ああよかった、俺のあの想像してた方法と違くて安心したわ、うん、あの、うん、直接オーナーにこれ売ってっていうのがバケモンみたいな買い物しに行くのかな。あ、ただねこれ系の車ね、うん、どんどん乗り換える人が多いから、はいはいはい、あのこれ売ってって言っとくのも結構ありみたい。はいはいはい、うん、そうだからいかつい人ならそれいけるかもね、うん、だからまあ確かに今言ってた方法はあの角が立たなくていいわ、うん、そのもし降りる人いたらとか、うん、乗り換えるタイミングがあったら、うん、声かけてくださいとかの方が丸いわ、うんうん、おすすめ。大体結構 2,3 年で乗り換える人多いんじゃないの、うん、どんどんインカラとか見てるともう結構みんなどんどん乗り換えてる。ただこれは結構こう社交的だったり、うん、あとはこう車ピノしか持ってなかったらこうピノでミーティング行くのちょっとなみたいな、お俺は違いじゃねえかとかやっぱ気にしちゃう人はできたいんだもん、はいはいはい、で俺もそれはちょっとできない、あのいきなり知らない人と喋るのちょっと何喋っていいか分かんないし、っていうの、まあこれできる人はあの一番多分安く買える、うん、おすすめの方法、うん、で2つ目が業者オークションで、うん、あの業者オークションって普通に中古車屋さんがこう入れるオークションがあって、はいはい、あの普通の車も出てるのと、うん、あとねスーパーカーもねやっぱ出てるんだって、うんうん、で業者オークションはちゃんとあの鑑定士さんが鑑定してくれて、うん、で一応クレームもつけれるのかな届いてから、うん、だからあの車屋さんに知り合いがいて、うん、でさらにそのフェラーリの目利きができるっていうかこれはこう良さそうみたいなのが判断できるお友達がいれば、うん、お友達いねえだろ。そうなの、フェラーリ目利きできるお友達うついねえだろ。そうなの、そういないの。いないよ、いない、みんな思ってたよ。いねえだろで、いないし、そういう人がいる人はこの動画見ないわけよ。ああ、まあでしょうね。だから、あの、はい、そう、だから、あの、最後に、俺が一番おすすめなのは、まあ、普通にお店で買うのがいいと思うの。はい。で、俺もこれ、あの普通に、あの、ネットの広告に出てた車を、はいはい、もうそのまま、そのネットに出てた値段で買ってるから。はいはい。うん。でこのお店選び結構なんか騙されるんじゃないかとか、であとはこう、あ、まあね、ペイペイがさ買いに行ってもこう相手にされないんじゃないかみたいな、あると思うんだけど、うん、実際ねあの相手にされないとこもある、うんうん、なんかねどんな感じかな、なんか、うん、なんかちょっと居心地悪いなって思うね、やっぱそういうとこ行くと、うん、そうなんだ、うん、とかあと俺がちょっとなんか嫌だなって思ったのが、こう行ったお店でこうフェラーリはこうあるべきだとか、なんかお金がない人が乗るもんじゃないみたいな、こう、うん、言ってくるわけね。うん、そう言ってくるの。あ、やっぱそういうの嫌だな。まあ買ってやろと、うん、こっちは別にさ、いや俺さ、そうな、あの、まあ思う、その売ってる金額を払えば別に誰だって買ったっていいじゃんって思って。ああ、そうな、うん、だから口出しすんなやったな。そう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 、あ、まあまあまあそうやな。そう、なんかフェラーリ買えるんですかみたいにこうさ聞いてくる人いるけど、別にそのプライスの金額を払えば誰だって買えるから。まあそうやな、うん、
だからね、なんかね、そこいろいろ行ってくるの嫌だし、 あと俺そのお店ですごい嫌な思いしたのが、あの、アルファで行ったの、うん、で、もともと俺アルファを売ってフェラーリ買おうと思ってて、うん、で、そこのなんかちょっと鼻につく親父に、うん、まさかこれ下取りとか言わないよねとか言ってきて、うん、まあ、なんだこいつって思って、うん、増車に決まってんじゃないですかって言って、うん、で、これ売らなかった、はいはいはい、まあ、そこでは買わなかったよね、うんうんうん、いろんな車屋さんいるんだね。そうそうそう、で、あのいい車屋さん悪い車屋さんいろいろあると思うんだけど、うん、だって個人で判断できないじゃん。うーん、いいか悪いかなんか分かんなくない？まあそうね、てかまあ、うん、そうね、まあ俺、うん、特殊か、もうそれやっぱ前提がおかしいけど、なんだろう、もう自分で直すこと前提なんで、うん、なんか気に入った車があれば、うん、あとは書類手続きやってくれれば、うん、ええわってなる。なるほどね。ベース車両としての考え方。そう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 。それを売ってるお店ってだけで、うん、お店がいいから買うっていうのは別に、うん、あんま判断したことないです。でも普通の人さ。でもこういうのだとこうやっぱり何百万って出ていっちゃう可能性があるから、で結局。わかんないわけよ。だからやっぱりそのお店の人と話してみて、うん、なんか俺はもうこいつの飯の種になりたくないって思ったら、もうどんだけいい車でもそこは買わない。なるほどね。でそのお店関係なくさ、うん、壊れるとは思うんだけど、はいはい、その時にさ、やっぱあいつのなんか懐に入ったお金、ね、車こんな壊れてんじゃねえかみたいに。ああ、なるほど。まああの人のだったらまあ仕方ないかって思えるかで結構気持ちの持ちようが違うかな。なるほどね、うん、でも確かにその人柄を知るためにお話しして買うっていうのは僕はあのしますね。あと、うん、あのやっぱ現物を見に行きますね基本。あの自分はネットだけで僕は、うん、ネットで情報は漁るけど結局物見に行って、うん、でじゃないと僕買えないですよ。現物主義なんですよね。ちょっとまだこのご時世ちょっと取り残されてる感はありますけど、見て納得してああこうだよねっつって買わないと腑に落ちないっすね、うん、僕は、まあ、見た方がいいよね、うん、だからまあ、とりあえず見るっす、うん、分かんなくても見た方がいい、うんうん、そこで親切にしてくれるかなとか、うん、まあどういうお店の人なのかなって、うん、まあ自分と会えばすごい、ねうん、気持ちよく変えるし、うん、さっき言ってたみたいなちょっとねそういう変わったお店の人なら、うん、合わないなとか合うなとかで判断してもいいかなと思うよね。そこのさお店なんてさあの今もうすでに何人と交渉してるんでみたいな、はい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 、なんかやっぱそれってこうやっぱ煽ってきたりすると営業スタイルもちょっと気になるかな。ああなるほどね。だって結局さそんな何人と交渉してるなんて言ったってさ、うん、俺後日2回電話かかってきてるんだよ買いませんか誰も買わねえじゃんってああまあ上トークなんでしょ。うん、でもそマーク2が面白かったんだよな。マーク2買った時は、うん、あのお店の人がマーク2気に入りすぎて、うん、いや売りたくねえって なってたっていう。ああめちゃくちゃ面白かったお店の人が乗ってた車に。いやお店の人がいや別に乗ってたわけじゃないんだけど、うんまあ、仕入れてきて、うん、でめっちゃ気に入ってたんやって。そうだからいやこれ好きなんだよなでも売っちゃうとか言ってなんかすごい、うん、あのマーク2大好きな人だったんで、うん、まあやっぱ好きなねいいなって思う車を売ってくれてるお店っていうのはいいよね、うんうん、なるほどね、まあ、面白かった。そうだね。これ買ったお店はね、うん、あのスーパーカーの専門店だったんだけど、うん、結構安い値段で出てて、うん、で本当はあのフルレストアして、うん、バリッとした金額で出そうとしてたんで、うん、だけどあのスーパーカー好きなあの人に乗ってほしいからって言って、うん、かなりあのもうあのなんていうのグーとかで調べるとこそこねぐらいの値段で出てて、うんまあ、その後お金はかかったけどもう多分お店でメンテナンスしてもらうよりも安くは済んでると思うから、うんうん、ねそうやってやっぱ最初のこう敷居が低いと一回持っといて、うん、お金貯めてまた修理するみたいなこう計画も立てれるし、はいはい、結構良かったかなって思う。なるほど、ね、うん
やっぱこうグーとかにずっと張り付くんですか毎日に。そうそれよ、ミンのグーカーセンサーやっぱそうっすよね。あとなんか自動車 EX とかにこれちっちゃいところを見て、はい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 、でもう俺眠れなくなっちゃうの。あ、まだありますよね、うん、ずっと見てて、でその手に入れた時の自分を想像するのと、うん、あとはその手に入れてない状態の自分、誰かに俺の欲しいフェラーリが取られるんじゃないかって、ああなるほど、眠れなくなってでね、俺このね車が掲載された時はね次の日まで起きてたあで、なんか9時とかにも電話しようみたいな、お店始まって一瞬もう速攻かけようみたいなね。あね、木曜日、木曜日会社終わってから寮でご飯食べながら見てたら、お、これ出てんじゃんってなって、うわーってなって、うん、でもう金曜の朝まで起きてて、目がギンギンだったね。あ、そう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 、で金曜日のなんかお店始まったらこう電話かけたらもうちょっとすでに見に来る人がいるんですって言われて、それマジでやべえやつや、うん、だけど、いやもう僕土曜の朝一で行くんでって言って、土曜の朝一で行ってで、ね、ちょうどねお店に着いた時にその前のやっぱ来た前の人はもう金曜日に見に来てたんだって、うんうん、で、あの欲しいって言って帰ったんだけど、うん、ちょうど土曜日の朝にね奥さんにダメって言われたっていう電話かかってきて、ああでもそれ言われたらもう買うね、うん、運命的じゃん、来たってなる、うん、で、うん、でビャーンってその場で買ったいやそうなるよ、うん、それ運命的だわ、うん、これがその当時こうなんだろう見てた車の中でこう一番惹かれたのはどこなんですか、状態が良かったとかあるんですか、でも色とかやっぱこう俺が買える値段で出たっていうのと、うん、あと色だね、うん、やっぱ赤もすごいかっこいいな、やっぱ赤もすごい良いんだけど、うん、なんかやっぱちょっと人と違うのが欲しかったかな、うん、相手のね、うん、こればっか見慣れてるって、あの何インターネット調べて赤ばっか出てきて、うん、赤が逆に新鮮な感じがする。テストしたらね9割ぐらい赤が売れたらしい。ああそうなんだね、うん、赤多いな。まあやっぱフェラーリ赤だから、うん、赤ってかね赤のイメージが強いから、うん、あでもやっぱり赤いフェラーリ買ってみたいなって気持ちはあるね、ずっとある。でもアルファが赤かったから、うん、赤2台かみたいなさすがにね、うん、さすがにね、うん、そうかそう。でもまあ俺特殊なのかな、買い方がなんかその、うん、このフェラーリのこの型じゃなきゃダメじゃなくて、俺だったらどうなっちゃうかな、フェラーリで買うだったらなんかフェラーリのこれとこれとこれ、うん、5車種ぐらい選んで、うん、いいのでなんか安いの出たかみたいなそういうなんか幅広く自分見ちゃうんですね、うん、あでもねそっちの方がありだと思う、うん、その中で買えるやつを買って、うん、で次もっと欲しいのが出てきたら乗り換えたとしても、うん、そんなにお金なくならないから、はいはい、うん、楽がそういう買い方なんだよな。マーク2も別にマーク2じゃなくてもよかったんですよ、うん、言うて、あその条件は、うん、あの 1J、うん、乗ってるマニュアルのターボの車だけだと、うん、でブーって見てって買って、うん、ソアラも通じに乗ってるやつでブーって探して、うん、これっつって買ったぐらいなんで、うんうん、僕はこう選択肢いっぱい持っとく派の人間かもしれないです。そうね、これじゃなきゃ。俺もねアルファの時はね、あの左ハンドルのマニュアルってだけで探してて、そう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 、うん、でねこれはね、うん、これはねちょっとね違う、うん、俺これ、うん幼稚園かな、はい、幼稚園の時にうちのすぐの近所が、うん、これもね赤をね買ったの、うーんすごい。でそこはまああのお金持ちの家で、うん、なんかねイタリアから輸入したらしいんだけど、すごいね、うん、でやっぱ毎朝見てたんだよね小学校の、うん、小学校か小学校か、うん、そうだね、通学の時に見てて一回だけ乗せてもらったんだよ、うん、なんかすごいじゃん、乗せてあげるよって言って、うんうん、でもさ当時さそ あのそこの家のこう、うん、子供と一緒に乗ったんだけどね、うん、俺はシートに座ったのかな、でもその子供はね、うん、シートと裏のとこに座ってたちっちゃい子なら入る、うん、すごい、うん、そうか、そうだからやっぱり俺はもうこのテスタロサ買うっていうのは
その頃決めたのかな、はいはい、うん、多分普通の人だとやっぱりこうあんまり友達とか知り合いもいなければ、うん、あのネットの情報ぐらいしか今ないと思うから、うんうん、やっぱネットで売ってるお店にこうちょっと心配だと思うけど、うん、行ってみて、うん、でそこでなんか嫌な思いをすればもうさっさと帰っちゃえばいいし、そこでいいお店だったらその人と仲良くなったり、そうだね、あとスーパーカー慣れてるお店はあの探してくれるからとか、あとなんか誰かがこう降りる時とかに声かけてくれたり探してもらえるから、やっぱそういうお店の人と話をして自分がいいって思えるお店で買うのがいいんじゃないかなと思います、うんうん、いいんじゃないですか、うん、でまあ買う資格とか、そう結構買う資格ないとかさ結構コメントで来たりするけどさ、そんなん誰だってお金払えば買えるから、うん、気にせずね買っちゃった方がいい。そう、俺知らなかったんだけど、うん、そうおこがましいんですけど LFA 欲しいと思ったんですよ。おうおう、いい音するから、いいじゃん、いいな、いい音するしと思って探したら、うん、あれって限定車だったんだね。そうそうそう、知らなかったんだよ。だからあれさ、プレミアついちゃってるよ。俺知らなくて、うん、なんか普通にパーって言ってたのかなと思って、うん、全然ねえじゃんと思って、うん、なんだこれと思って調べたら、うん、限定車なんだと思って。そうそうそう、知らなかった。だって今もうとっくに定価以上でしょ。あ、そうなの、うん、もう最近見てないけど。あれはいい音で、ね、そうそう、だから一回っていうか結構さ、ワンジェイ音するなっつってこう、うん、ブーって実家っていうかあの帰省してる時に透明で、うん、あの会ったんすよ、その LFA と。すごい、ね、トンネルで、うん、こう横の追い越し車線をこう、うん、ブーンって来て、めちゃくちゃええ音する車来とんなみたいな、これフェラーリかいみたいな、うん、こういう音なんかなみたいな、うん、ったらなんかファーンってこう LFA 行って、ちょっと俺も全開でもついてって、あ、本当に俺もかき鳴らすぜと思って、でもすごいいい音でした。すごい、ね、ヤマハの兄弟だね。ヤマハでも、うん、楽器が走ってました。おー、すごいね。熱いわと思って。走ってる LFA まで見たことないわ。マジ、うん、あれいたんだよ、はあ、夜中の深夜だったんだよ、しかもすげえな。あれはすごいよね、音がめちゃくちゃいいね、うんうん、やっぱいい音する車好きですね、うんうん、ということで今日は車の買い方ですか、で今日は車の買い方でした、はい、皆さんお店で買うのをおすすめします。うん、そうだね、はい、お店いいんじゃない。以上です、お疲れ様でした。